北宮さん、9年前に自分がノアに入った時、会社が苦しい状況でしたが、道場長として若手を引っ張ってくれたのは北宮さんです。ありがとうございます。ちゃんこはまあまあかもしれませんが、もう一度おいしいちゃんこを作って持っていくので食べてください。北宮さん、ありがとうございます。あれ、おっとっと、杉浦選手が今放送席からリングへ。杉浦か、清宮の前に立った。連続防衛記録、最多防衛記録を持ってる選手ですよ。ついに来ました。すごい試合だよ。防衛おめでとう。次いい？名古屋で斉藤さんが引退する愛知ドブリンズアリーナで、斉藤さんは俺の高校の先輩でもあるし、プロレス入ってからもいろいろお世話になった。斉藤さんに俺のベルト姿を見せたい。愛知ドルフィンズアリーナ挑戦させてほしい。え？お？え？丸藤選手が入ってきました。杉浦選手のパートナーです。今日2人は GHC タッグ王座を防衛しました。おい、そういう声があるのもよくわかる。カイト、防衛おめでとう。杉谷さん、俺も斉藤さんには思い出あるんだよ。そしてもちろんこのベルトにも思い出がある。来年プロレスリングのは25周年だな。俺たち2人は歴史を経験して今を生きて未来も見てる。杉谷さん、久々にシングルマッチやりますか。チャンピオン、勝った方がそのベルトに挑戦するのどうですか。これは丸藤対杉浦か。杉浦さん、丸藤さん、上がってきてくださりありがとうございます。自分も2人とこのベルトをかけて戦いたいと思ってました。もちろん OK です。俺でもいいじゃん。ただ斉藤さんへの思いは自分もあります。ドルフィンアリーナでやるならこのベルトをかけて斉藤さんへの思いをぶつけ合いましょう。名古屋ドルフィンアリーナ、このベルトを持って待ってます。丸藤と杉浦、このザ・ノアというべき2人が GHC ヘビー級王座挑戦権をかけて皆さん戦うということでしょうかね。そうですね、シングル3年ぶりですかね。